美味しい記憶聞かせてください。今回もよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。すごい新しい方、どなたですか？どうも桜田淳子です。まさか去年のトマトは青くて硬かったわ。ありがとうございます。今回モノマネってモノマネできない。なんでやろう。でも今までなんかそのチャレンジしなきゃいけないあったでしょ。どうも桜田淳子です。これできるでしょ。ん、どうも桜田淳子です。こうするんですか。どうもどうも桜田淳子です。できた。歌は音が出ないんですよ。てか下手なんですよ。もう音痴なんですよ。例えばカラスなぜ泣くの。カーせーのカラスなぜ泣くの。おお、嬉しい。たかしミュージックアカデミー。違う番組になっちゃった。おいしいきおく聞かせてください。おいしい記憶、それは食にまつわる大切な思い出。どのあたりから言ってますか。この番組はそんなおいしい記憶をたどっていきます。この番組はキッコーマンの提供でお送りします。まずはですね、記憶さんのおいしい、思い出の料理味わわせていただきます。おいしい記憶試食させてください。やったね。品川区にお住まいの女性のおいしい記憶です。お願いします。こず湯という料理をご存知だろうか。こず湯、はい、はい、あのこにつに言うこず湯。会津の郷土料理で貝柱で出汁を取り、人参、里芋などが入っている汁物だ。こず湯を主人の実家で初めていただいた時、まるで恋に落ちたような衝撃を受けた。そんなに、はい、でも思い出すと本来のこず湯とは異なり、そのお母さんの母のアレンジがかなり入っていた、うん、お母さんのこず湯はかっこつけずあったかくお母さんそのものを表していたような気がするというエッセイでございます。わ、素敵。でお母さんはすでにあのお亡くなりになっていらっしゃいまして、うん、でご自身で作ってみたけれどもなかなかその味にならなんかたどり着けないという。なるほど。なんでしょうね。わ、見てみたい。では、VTR をご覧ください。 VTR 発射。モノマネ。会津若松の郷土料理こず湯、一体どんなものなんでしょう。スタッフが地元の人に聞いてみたところ、あれ先月もやってはりませんでした。お聞きしたいんですけれども、はい、こず湯ってどういう料理なんですかね。干し貝柱、こちらを地元のお祭り落として出汁を取る、これがあのこず湯の最大の特徴になってます。椎茸ですとか里芋、この辺土地で取れるものを使った料理になってるんですね。会津っていうのはあの内陸で海がないんですね、はい、でそれであのそういった乾物の海産物を使う、ね、あの郷土料理が、ね、まあ、特徴でして、干した貝柱を出汁にして里芋や椎茸などを具にしたものが本来のこず湯。美味しそう。こず湯を求めてやってきたのは東京品川。うん、私声小さくないですか。大丈夫です。大丈夫ですか。よく小さいって言われるんで使ってあげないでください。そこの部分もね。義理のお母さんの得意料理がこず湯でした。上品な方、素敵な方。用意してもらった食材を見せていただくと、結構いろいろ入るんですね。貝柱なし。多分本当に会津の方みたい、へーみたいなね。実は記憶さんのお母さんは宮城県出身、自己流にこず湯を改良していたのです。なるほどなるほど。そのこず湯がお母さんとの思い出の味。私の中ではこず湯ってこれなんですよね。一体どんな料理になっているのでしょう。貝柱で取った出汁ではなく粉末出汁を入れますね。じゃあ
便利ですね。戻すのにすごい時間かかると思うんですよ。お忙しい方だったので、なんかそんな台所につきっきりっていうことは考えられなかったと思います。仕事はもちろん、町内会の活動にも熱心だったお母さん。食材のチョイスは家族の好みと手軽さを重視していました。しめじです。本来はなんか干し椎茸らしいんですけども義理の弟さんが椎茸が嫌いで代わりにしめじです。里芋だとこう季節的なものとかあるし、下茹でとか しないといけないじゃないですか。なんかじゃがいもはもう確かにね、そのまま放り込んでも大丈夫な具材なんでお手軽ですよね。大体10分煮ます。里芋大変ですもんね、かゆなったりとか。そう鍋を煮ている間にお母さんとの思い出をお聞きしました。私長男出産する時ってすごい大難産だったんですけれども、でその時割とお母さんがずっと夜もつきっきりで腰さすってくれたりとかお水飲みなさいとかいろいろしてくれてたんですね。優しいお母さん。こちらが見えますでしょうか。あ、見えます、はいはいはい、これはその大難産の末に生まれて、10日間入院してでやっと退院しますっていう時の写真なんですね。大難産の末ヘトヘトの状態で自宅に帰り着いた時、お母さんが持ってきてくれたのが小づゆ。あー、そうなんだ。あ、美味しいだろうな、それ。すごい大きなタッパーウェアを入れてあれを持ってらっしゃるとあ、来た来たって感じで小づゆ小づゆを持ってきた来たって感じで私すごい嬉しかったのを覚えています。嫁姑とかこう遠慮が ないっていうんですかね、本当の親子みたいに見られてたんだわと思うと、すごくなんか嬉しい経験でした。取れたかいいですね。10分経ちました。10分の間で、ね、あんなにいいお話。さすが、すごい。さあ鍋の具合はどうでしょうか。煮立たせてはよくないような、あ、でも、いいんじゃないですか。お母さんが降りてきてくれたかな。本当本当、いい。あ、湯気が出ちゃいました、すいません。あ、いいですよ、全然湯気あった方が美味しそうなんです。そうですか。そこに玉麩を加えて、かわいらしい。あ、美味しそう。大さじ1杯の醤油で味を整えます。東北の方って割とお醤油きそうなイメージあるじゃないですか。意外に薄味で。本来の小づゆならばこれで完成なのですが、お母さんの小づゆはさらにもうひと手間で、最後私が一番緊張するのがこの水溶き片栗粉なんですね。これね、とろみが出ないとまた小づゆじゃないし、そうなんだ、とろみ入れすぎるとなんか中華風みたいになるし緊張します。3分間煮詰めるとちょっととろっとしてるのが分かりますでしょうか。お椀に盛って香り付けに三つ葉をあしらえば完成。いいなこれ。でも記憶さん納得がいかないようです。湯気が出てこないんだけど撮影にこだわりを持っていただいて本当にありがとうございます。ちょっとお待ちください、はい、そうですね、ちょっとも戻しますね。ちょっと戻しちゃいます。テレビとかで見るね、はい、カメラマンが撮ってる ね、完璧な映像を。湯気を出すためにもう一度温め直して撮影に再挑戦。ありがとうございます。ちょっと待って、湯気問題どうですか。なんか余計なものちょっとこうお箸とかが。あ、分かります。あ、私もこの写真撮るときいつもこれやっちゃう。もう周りぐちゃぐちゃな感じ。あー、綺麗。湯気が出た。美味しそうな小づゆの完成です。湯気めちゃめちゃ出てます。すごいちょうどいい感じで味が染みててとてもうまくできた。よかった、主人とか息子の反応を見てると
体にはいいやろうけどなみたいな感じがこう漂ってるので藤井さんは男性なので、まあ、まずいとはおっしゃらないけどって感じだと思うんですけど、吉武さん女性なので、あ、なんかヘルシーでいいかもって言ってくださるような予測を立ててます。藤井さん、はい、吉武さん、はい、斉藤家のオリジナル小梅、ぜひご賞味あれ。では藤井さん、はい、こちらが記憶さんに作っていただきました小梅湯です。ありがとうございます。美味しそう、美味しそう。このちっちゃなお麩ね、ね、いいですね。なんか生まれ変わるならこういう感じになりたいですよね。なんかこうみんなに可愛い可愛い言われるでしょ。確かに。いいな。小さくまとまっていいじゃないですか。素敵。顔真似はできそうなんですけどね、もう。でもこれはもしかしたら本来の小梅には入ってないアレンジかもしれないので、そうですね、はい、ではつながっております、はい、斉藤さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速いただきますね、いただきます。失礼します。あったまりそう。うん、しみじみ、美味しいですねっていう香りがすごいいいですよね。滋養といいますか栄養感じます。うん、うんうん、美味しいです。本当に素朴な味で毎日食べたくなるような、うん、体には良さそうです。めちゃくちゃいいと思います。絶対体にはいいですよね、うん、美味しいし、ありがとうございます。かなりアレンジ効かされてる感じですね本来の小梅湯とまた違ってそうなんですね。まず貝柱ないんですよなんかそれが結構一番大事かなっていう気もするんですけど、いいんですか？どうなんでしょうねもともとどんなものか知らなくてこれが小梅湯なんだみたいにお母さんがおっしゃってたので、はい、すごい信じてたんですけれど、はい、なんかちょっとだんだん調べたりとか、はい、例えば料理の、本とか見て、はい、なんかちょっと違う玉麩と糸こんにゃくと干し貝柱、はい、あれが本当に正統派なんですけど、なるほど、その3つは外しちゃダメな。貝柱はちょっと省略みたいな。いいですね、うんうん、ご家庭の味がありますもん。そうですよね。でも斉藤さんってすごい優しい方なんですね。なんだっけ、干し椎茸の代わりにしめじ使われてるでしょ。あ、これってもともとだってお母さんのアレンジは、はい、義理の弟さんが干し椎茸嫌いやからしめじに変えたのに、もはやもう斉藤さんが作るこの小梅湯には義理の弟さんいないのに、いや娘がですね、うん、なんだか知らないんですけど本当に椎茸嫌いなんですよだからうちもやっぱり椎茸じゃなくてしめじを入れてるという感じで、偶然にお母さんと同じことを。へー本当だ。吉武さんはね、絶対野菜いっぱいで美味しそうって言ってくださる、うん、藤井はなんか、あ、そうですかって言いそうですね、うんうんうん、なんておっしゃってましたけど、そんなことないです。ご覧ください。私は完食させていただきました。なんならさっきおかわりもされてました。お汁追加もされてます。藤井さん、なんか斉藤さん、なんかご趣味があられるかなんかお聞きしてるんですけれども、趣味が終わると、はい、はいはい、バレーを。バレーやってらっしゃるんですか？だそうです。下の子を産んでからすごい太ったんですよ。うん、でこれではいかんと思って、でバレーってこう鏡がもう確かに、うわー本当だ、あるので、嫌でも自分の確かに見ますよね見たくないけど見えちゃうんですよ。じゃあせっかくなんで今日はね、小梅湯を飲ませていただいたということなんで、うん、くるみ割り人形じゃ踊っていただいてよろしいですかよろしくお願いします。立ってくださって優しいノリがいい、ありがたいですじゃあだってじゃあだって可愛い。なんかそういう展開になると思わなくてでは続いては美味しい記憶から生まれる一皿です。デイスやった。今回も柳浦先生の最高、はい、厨房に行かせていただきました。
夏です、ね、汗かいてますか。汗かいてる、はい、始まっております。今回もよろしくお願いいたします。ですよ。美味しい記憶から生まれる一皿。寄せられたエッセイから新たな料理を生み出すこのコーナー、ご協力いただくのはもちろんこの方、金沙流歯科柳原直行先生です。こんにちは。先生こんにちは。真夏です。暑いね。はい、もうクーラーが必需品です。僕はもうクーラー大好きです。先生と何話していいか分からなくなっちゃった。物腰の夏がやってくる。私の父は大正生まれの警察官でした。目の前の困っている全ての人々に手を差し伸べる父でした。ある夏の夕暮れ時、路地端に売れ残りのもろこしの山。父は、あのもろこしを全部買わないかと。母は、全部ですかと。結局全部50本余り買ったのです。ある夏の日を綴った美味しい記憶。困っている人を助けたい、そんな親切心からお父さんは売れ残っていたトウモロコシを全部購入したそう。その夜、記憶さんは今でも忘れられない光景を目にしました。父が台所に立ちながら作っているではありませんか。半信半疑で待っているとモロコシ入りの蒸しパンでした。さらに庭に七輪を出し焼きモロコシです。この時間がいいな。モロコシを全部買ってしまったお詫びからの父の優しさだと思いました。今年ももうすぐモロコシの夏がやってきます。孫と狭い庭に七輪を出して焼きモロコシしよう、そう蒸しパンも作ってみよう、亡き父を忍びながら、というエッセイです。いい、いいお話ですよね。まあ基本家にはなかなかねお仕事も忙しいでしょうし、帰って来られない状況の中、そうやって一生懸命こうトウモロコシのお料理作ってる様子っていうのはまだこう目新しく映りますよね。そういう普段と違う姿を見るっていうのはね、すごい記憶に残りますよね。そうですよね。先生ということで今回はトウモロコシです。トウモロコシですよね。そうだよ、トウモロコシって書いてあるですよね、ですよね、でトウモロコシっていきますよね。一瞬不安になる時があるここで、なんか違うナスとか言ってもあんま引かない。さあ柳原先生、今日はどんな料理を生み出してくれるのでしょうか。先生すごいから本当に。これさつま揚げ作る、何をおっしゃったんですか。さつま揚げ、さつま揚げってすり身ですよね。あ、さつま揚げ、うん、あ、私さつま揚げのこと考えちゃった。これでさつま揚げ作っちゃう、すごいマジックじゃない。あ、さつま揚げ、あ、美味しそう、大好きです。トウモロコシのさつま揚げですか。ちょっと待ってさ、なんだけど、せっかくさ、あの今見た時にこれ綺麗じゃない。はい、シュッとこういうの、だこれを生かしてさつま揚げできないかなっていう。楽しそう。うわ、どんな感じだろう。ついていきます。ついてきてください、はい。今回先生と一緒に作るのはトウモロコシのさつま揚げ。素材を生かした渾身の一皿、必見です。まずは茹でましょう。はい、茹でましょう。たっぷりめのお湯にちょっと塩も多めに入れます。はい、ね、ジャボン、ジャボン、ほらね、好きだなトウモロコシ、もう好き、ね、お米と同じぐらい好き。そんなに、いや、お米の方が好きだな。タンチはないじゃん。揚げときっと落とすの。はい、もういいでしょう。良い感じですね。いい、はい、あ、いい、よいしょ、茹で上がってる、美味しそう。そしたらこれでザルに揚げてます。じゃあこれを冷まして、しっかり冷まして、うん、冷蔵庫に入れておきます。あ、入れちゃっていいんですか。そうそうそう、冷めてからね。これが冷まして、しっかり冷ますことが固まりで取る時のポイントなんです。へぇ、そうなんですか。そうで、今これをこう切ってってもザーッて切ってってもバラバラになっちゃう。なります、なります。そうそう、だつまりこれはこの澱粉だから、それがしっかり冷めることによってお互いくっつくんです。へぇ、面白い。これ一晩冷ましたもん。はい、はい、でも上手にできないんですよ、潰しちゃうんだよな。前に塩をしてみて、はい、いいんです。切ってからね。そしたらこういうふうに、どのあたりからいってますか。身だけ。ほら、こういうの見たことありますね。これをしたかったんですよ。これご飯屋さんとかでたまにこの状態で出る、すごい、
こう冷ましてやるっていうのがポイントなんですよ。なるほど、ね、じゃないとボロボロ同じところで。なるほど、正体はでんぷんだったんですね。でんぷんでこう塊で取れるわけ。ちょっとあったかいのも切ってみる。ちょっと切ってみましょうよ。コーンご飯にするのがおすすめですよ。これあったかいの、ね、これは熱々、さっき茹でたばっかりの方ですね。いきますよ。あ、でもやっぱダメですね。ボロボロになります、やっぱなりますね。うまい。今日はさつま揚げを作るわけで、生身とかすり身って言われてる白身の魚をこうすって塩入れてよくすったものを使っていくんです。皆さんのところにすぐ手に入んない場合があるよね。なんで今日使うのはこれです。はんぺんだ。はんぺん、まずすります。手頃食材、はんぺん大活躍。これ潰してください。でこれこうする。はい、これでいきます。でこれある程度すれたら、はい、小さじ1杯ぐらいの卵、卵液とかな、卵をすった、入れる。で、すっていただく。はい。もうはんぺんじゃないっぽいでしょ。もう全然違いますね。はい。そしたら、ここで、形作っていきましょう。さつま揚げにします。はい、まあ15から20グラムぐらい。うん、これどれでいいですか。もうこれなんかお寿司のなんかこう一貫ぐらいの量ですね。量？まさかまさかまさか。何何何？嘘。卵をピョンとつけて。楽しそう。そしてこれをここにピョンとつけて。あららららら。ら、もうまさかの形。うん、お寿司みたいな。そう。ギリです。でこれ先生考案ですよね。そうだね。見たことないですよ。これ鹿児島の人がこの放送を見たら、うん、やってみようって絶対なると思います。さつま揚げ。お店で出ると思います。これ。じゃあちょっと特許取っちゃう。その時にはこちらに。では揚げていきましょう。これはあんまり温度を高くしたくないんです。160度とか、その低めの温度。高くするとこの真珠系っていうのはすぐ焦げてしまって中に火が入らない。で低い温度のところから。コーンの方から入れる。タレタレせえんのかな。しないんです。全然なんかジュワとかも言わないってことですもんね。そう。それでいいの。入れてすぐにジュワっていうやつちょっと温度高い。はい、こんな感じでちょっと温度上がってきたよね。かなり上がってきてました。はい、でシュワーっていうようになってきました。いい感じです。でこうちょっと軽くなってきました。うん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 、もうこれでこういう感じ繰り返し。今日とても簡単です、これ。簡単。すごい美味しそう。華やかだな。華やかと思いません。こちらが新鮮な食材を生かしたトウモロコシのさつま揚げ。おいしそう。揚げた後も綺麗に粒が並んでいます。なるほど、ポイントです。夏らしい一皿が誕生しました。うーん、そのまま味付け、はんぺんのままでしたっけ。卵ちょっとつなぎ入れただけ。はんぺんがさつま揚げになるとこんな味になるんだっていう、なんといってもこのトウモロコシの食感がはんぺんの食感と違いすぎるので、こっちを食べ口の中がなんか全部違うなんか食感になっていて、老若男女全員好きな味です。間違いない味だな、これは。めちゃくちゃ美味しい。トウモロコシがね、美味しいんですよ。そこですね。だからあの記憶さんは、それこそお父様が50本どうするのって、もしかしたらご家族みんなで思ったかもですけど、蒸しパンにしたり、その普通に茹でたり焼いたり、いろんな食べ方がある中でその楽しい時間を過ごされたわけじゃないですか。だからそのトウモロコシ一つで私と先生もこうやって楽しくワイワイなラグリを食べ、そういう時間を提供してくれて嬉しいですね。ごちそうさまでした。はい、じゃあちょっとパプリカを足休みで。あんな華やかなさつま揚げに、ね、美味しそうでした。いや驚いたな。コーンはね、もう本当に最高の味方ですよ。いや美味しそう。じゃあ今回のレシピも番組のホームページ、ツイッターでご紹介しますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。今回教わったレシピも番組のホームページやツイッターなどで発表しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。さあそれでは終わり。寂しいです。寂しい、もうじゃあ、なんかもうコロナ前にもうちょっと長くなってればよかったですね。長かったです。十分仲いいです。なんか絶対これコロナじゃなかったらさ、もうちょっと紅葉したけど飲みに行こうってなってやん。今日とか早く終わったら飲みに行こうってなってあれなんなん今日のあそことかって言ってそうやん。確かに。この番組は
キッコーマンの提供でお送りしました。もしもこの国に醤油がなかったら、お母さんの味ってどんな味だったかな。この国にはキッコーマンがあります。